6月8日金曜日6時になりました。おはようございます。寺島直政です。日差しが強くなってきました。浜松町ラジオ機のあなたの周りいかがですか。22度、今日は関東ムシムシするでしょう。ムシムシで思い出しました。5時台にもお伝えしたんですけど、私昨日とある方とですね、喫茶店で打ち合わせしてて、小虫がいて、その 1,2 ミリの小虫がですね、口の中に呼吸した瞬間に入って、今でもそれがいるような気がするというふうに申し上げました。それに対して越中魚屋店長さんですね、いつもありがとうございます。西東京、テラちゃん虫飲み込んだんだ。私も自転車に乗っている時、口を開けて走っていて虫を飲み込んだことがあります。うがいした後たっぷり水を飲んで虫だけに無視しましたって。あ、ちょっと明るくなって、どうもありがとうございます。気分はね、その打ち合わせしていた40代ぐらいの男性なんですけどもね、その男性にちょっと今ね、口の中に虫が入っちゃってって言ったら、鼻じゃなくてよかったですねって言うんですよ。え、どうして、私鼻に入ったことあるんですけど、そりゃもうどこに行ったかわからなくて、いや口も同じような感じなんだからなと思いながら、そうですかって話を合わせたんですが、あ、そうだ、ムシムシだ、ね、関東ムシムシするでしょう。午前中晴れ間がありそうです。午後になると次第に雲が多くなって、北部では夕方から夜にかけてところどころでにわか雨があるでしょう。最高気温南部で27度、北部で30度前後になりそうです。湿度が高く、まあ、ムシムシしますからね、特に熱中症気をつけてください。明日、そして明後日、土曜日曜は梅雨空が戻ってところどころ雨が降るでしょう。東京地方、今日は晴れのち曇り、現在濃霧注意報が神奈川西部、千葉県、そして茨城県、それに加えて栃木県の南部濃霧注意報です。車運転する方、もしくはこれから運転する方、お気をつけになってください。今朝のコメンテーター、武者リサーチ代表でエコノミスト、武者良二さんです。武者さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。武者さん、半袖ですね。あ、そうですね、今日ちょっと蒸し暑いですからね。そうなんですよね、黒お似合いですね。黒の、そうですか、恐縮です、シャツね、鍛えてらっしゃると見えて二の腕が、筋肉ムキムキ、ちょっと恥ずかしいですけど、テニスですね。そうですね、ヘボトテニスです、ね、いや素晴らしいですね、さて、今朝もいろいろなニュースが入ってきておりますが、まあ、なんといってもですね、日米首脳会談が、今日未明に行われました。それは後ほどですね、お話を武者さんにお伺いするとして、こういうニュースもあります。今ハンドルドライ握ってる方も多いかと思うんですけども、75歳以上のドライバーの認知機能検査を強化した改正道路交通法、これが去年3月に施行されました。そして今年3月末までの1年間に210万5477人が検査を受けて、5万7099人が認知症の恐れがあると判定されたことが警視庁のまとめで明らかとなりました。最終的に免許取り消し停止処分を受けたのは1892人、改正道路交通法施行前のおよそ3倍に上っていると。で、検査は75歳以上が対象で、主に免許更新の時に行われます。記憶力、あと判断力をチェックします。で、第一分類、これが認知症の恐れ、第二分類が認知機能低下の恐れ、第三分類が問題なし、この、第一か第二か第三、いずれかに判定されます。で、従来は第一分類に判定された人のうち、一定の違反があった人だけにお医者さんの診察を求めるよう求めていたんですけれども、診察を受けるようにですね。で、改正後はこの第一分類、認知症の恐れとされた人たち全員が診察の対象になっています。免許更新の時期でなくてもですね、信号無視など特定の違反をした人には臨時検査を義務付けたということなんですが、認知機能検査、これを強化した改正道路交通法、これによってですね、認知症の恐れがあると判定された人がおよそ5万7000人という数字が出ました。武者さん、これこの数字どう思われますか。ちょっと恐ろしいですよね。これだけの方が潜在的事故の可能性のある人々だということはちょっと怖いと思いますね。ただ一言じゃなくて、私もですね、ひょっとするとその傾向があるんじゃないかと、ちょっと恐れますよね。まだまだ若いですからね。ただ、健常者であってもですね、ちょっとした気の緩みだとかですね、体調によってあり得ることですよね。
確かにそうですね。20代の時よりもやはり今私今50代もう今年で60になるんですけども、はい、何か運動神経は鈍ってるなって感じはするんですよね。そうですよね、それでやはり集中力というのは、はい、まあ、どのような、まあ、人であっても、コンディションによって変化しますよね。そうですね、はい。18年の1月から3月の75歳以上の全ドライバーの免許返納というのが81,956人、前の年の同じ時期に比べて17,316人増えているということですね。まあ、これ自主返納しようというこの勇気というのは私非常に大切だなと思います。そうですね、やはり事故を起こしてからでは遅いですからね。まあ、ただ今やっぱりその車社会ですからね、車がないと生活ができないという人もいるでしょうから、まあ、この辺のところはやはり、まあ、自動運転、はい、早く普及してもらいたいと思いますね。そうですね、はい。まあ、最近ねテレビ の, あの車のコマーシャル見てても、例えば縦列駐車も簡単にできそうだなとかね。そうですよね、おそらく認知機能の低下もですね、そのようなソフトウェアの、まあ、助けによってかなりカバーされる可能性があると思うんですよね。そうすると、まあ、高齢者であっても車で移動できるということが、まあ、おそらく近い将来は可能になるんじゃないですかね。そうですね、もう確かに武者さんおっしゃる通り、今でもちょっとずつね、例えばアクセルとブレーキを踏み間違えた時になんか作動するとかね、はいはい、いろいろできてますもんね。そうですね、でも一日も早くそういったものがあるとできるといいですね。そうですね、特にその高齢者向けにそういうね、はい、システムができるっていうのは、はい、素晴らしいことだと思います。はい、はい。今朝もあなたの周りの情報を教えてください。メールはtera@joqr.net、ファックスは東京03-5403-1151、ツイッターも受付中です。番組のツイッターアカウントは@tera1134、ハッシュタグは tera1134。たくさんのメール、ファックス、つぶやきお待ちしています。お寄せいただいたメール、ファックス、つぶやきの中から抽選でお二人に JA 全農秋田より秋田県産乳製品詰め合わせ、こちらをプレゼントします。どれも美味しいチーズですとかヨーグルト、こういったものが詰め合わせで入っております。当選者の発表はエンディングで。時刻6時7分です。文化放送おはようてなちゃん活動中、今朝も7時までお送りしていきます。時刻6時12分です。6月8日金曜日、今朝のコメンテーターは武者リサーチ代表でエコノミスト武者良治さんです。武者さん、改めてよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。今朝もいろいろニュースが入ってきています。武者さんにお話を聞くこのコーナー行きましょう。ニュース目玉焼き。まずはこのニュース。読売新聞、日米首脳会談、北の非核化と拉致問題で連携。安倍総理は日本時間今日未明、アメリカトランプ大統領とホワイトハウスで会談しました。その後、両首脳共同記者会見に臨みました。安倍総理は米朝首脳会談によって、北東アジアの平和と安定に向けた扉が開くことを強く期待すると述べました。また、拉致問題の解決に向けては、日朝首脳会談の開催、こちらに意欲を示しています。一方、トランプ大統領、米朝首脳会談に向けて、日本人の拉致問題をめぐって緊密に連携していく考えを示しました。また、米朝首脳会談で朝鮮戦争の終結について合意することもあり得るという認識を明らかにして、全てが完了すれば国交の正常化もあり得ると、まあ、こういう考えも示しています。いよいよ来週12日、シンガポールで米朝首脳会談が開かれます。武者さん、この北朝鮮の非核化はじめ、どうご覧になってますか？非核化がですね、瞬時に進むことは考えられないですよね。はい、おそらく5年10年かかるわけですね。したがってその結果が出る前に、朝鮮戦争の終結、さらにはですね、まあ、韓国ムンジェイン政権が考えているように、南北統一というような話に進むとなればですね、これはおそらく北の思う壺だと思うんですね。まあ、そのようなことにならないようなですね、警戒心はアメリカサイドは十分に持っていると思いますけれども、はい、まあ、トランプ氏の巧妙心が、そうですね、勝ってですね、そんなことにならないようにというのは、これはもう期待するばかりですね。ただ言えることは、いずれにしても長期にわたる戦争状態が、
もう終わりに向かって近づいていると、はい、非常に大きな歴史的転換点に入っているということは確かだと思うんですね。それからおそらくですね、ここまで来ると、まあ直接的な軍事対決の可能性はかなり小さくなったと思います。という点でですね、経済や市場に対しては一定の安心感を与えることになるんじゃないでしょうか。はい。よく言われるのがですね、トランプ大統領、まあ、一時はもう中止するって言ってね。はい。それで慌てて北朝鮮が、まあ、やっぱりやりましょうよ、というようなことも言いました。はい、で、それから、まあ、今に至ってるわけですけども、はい、北朝鮮の金正恩委員長から親書というのが、トランプ大統領に渡され。なんか、ものすごく大きな手紙だったんですよね。ねえ。で、そこからなんか急に、トランプ大統領も優しくなったというか、はい、まあ、柔和になったというかですね。じゃあ中身は何なのか、何だったのかという、今回もこの共同記者会見で質問が出ましたが、はい、いや、挨拶程度のものだった。そしてとても優しい感じというか、温かだったと。はいはい、まあ、言えませんわね、それはね。まあ、ただですね、まあ、ここは、トランプとしてもですね、はい、まあ、必ず、決着をつけたいわけですよね。ですから一定の落としどころを、まあ、念頭に置いて、はい、まあ大きなセレモニーに向かっていくということがですね、もう走り出してるんだろうと思うんですよね。これはもうおそらく玉むしろ的な、まあ、ものになるんじゃないでしょうかね。まず最初はですね。と、まずはトランプ大統領の狙いとしては、まず米朝首脳会談を開いたという、はい、この歴史的な、はい、足跡を残す、はい。ただ注意すべきはですね、中国だと思うんですね。はい、二度にわたって、まあ、キム・ジョンウン氏と会談をし、はい、言ってみればキム・ジョンウン氏の首根っこを押さえてですね、はい、その直後に、うん、いわば中国にからのですね、北朝鮮に対する経済制裁がですね、まあ、事実上解除されているような雰囲気がありますね。まあ、そういう意味でですね、この実際はアメリカと、まあ、北朝鮮の、まあ、対抗というものなんですけど、はい、実はその背後に中国がいてですね、まあ、いずれ中国が前面に出てくるというのはですね、はい、まあ、極東アジア情勢のですね、まあ、今後の展開になっていくと思うんですよね。となると、中国、金正恩委員長と、習近平国家主席が二度、はい、まあ、短い期間に会いました、はいはい。あれは中国が呼び寄せたと考えた方がよろしいですか？まあ、両方にその必要性があったと思いますけれども、ただ言えることは、まあ、北は中国の、まあ、事実上の、まあ、属国として振る舞いなさいと。まあ、いうことだろうと思うんですね。で、それはおそらくアメリカにとってもですね、悪い話ではないというのは、まあ、どのような体制であれ、北がですね、アメリカに対して攻撃力を保持しないと。しかし他方で、あの地帯が空白化したりですね、真空化して流動化することは避けたいですよね。まあ、ということは、独裁者であっても、とりあえず政権の存続を認めるということは、まあ、事前の措置としてあり得ることだと思うんですね。ということで、中国とアメリカがですね、まあ、基本的には北朝鮮の体制維持という点で、まあ、手を打ったというのが背後にあるんじゃないでしょうか。はい。続いてはこちら。日本経済新聞。アメリカ ZTE 制裁見直し、取引禁止を解除。アメリカの商務省7日、中国の通信機器大手 ZTE に対する制裁の見直しで ZTE と合意したと発表しました。最大$14億、およそ1500億円の罰金、あと経営陣の刷新、アメリカが選んだ法令遵守の担当者を受け入れること、これを条件にアメリカ企業との取引禁止を解くということです。ZTE 去年アメリカの商務省から罰金を課されていて、今回の措置によって罰金総額はおよそ$23億となります。商務省4月の中旬、ZTE がイランや北朝鮮にアメリカ製品を違法に輸出したこと、これに加えてアメリカ政府に嘘の説明をしたとして、アメリカ企業との取引を7年間禁じる制裁を課していました。ZTE、アメリカのクアルコムの半導体など基幹部分を調達できなくなって、スマートフォンなど主力製品の生産停止に追い込まれて経営難に陥っていたところでした。アメリカ、ロス商務長官、非常に厳しい合意内容で、商務省が課す罰金額として過去最大だと話していますが、アメリカがこの、まあ、スマートフォンなどを主力製品とする ZTE のですね、制裁、これ見直した。これはどういう
思惑があるんでしょう。まあ、これは、ちょっと、想定外の軟弱化ですよね。はい。で、やはりですね、この ZT、それからファーウェイ、この2社はですね、世界の通信機市場を、まあ、支配する、はい、まあ、巨大なハイテク企業ですね。で、これが 5G というですね、はい、次世代通信のですね、言ってみれば、技術開発の、まあ、言ってみれば世界のリーダーになるというところまで来ていて、はい、それを止めるというのが、まあ、実際は、まあ、この間の、まあ、制裁のですね、まあ、本当の目的だと思うんですね。はい、まあ、イランだとか北朝鮮に対するですね、まあ、不正な取引というのは、はい、まあ、言ってみれば口実だと思います。まあ、したがって、そういう危険な、まあ、存在である ZTE に対する制裁をですね、まあ、非常に大きく緩和して、まあ、企業の存続を事実上容認するということは、著しい後退と、まあ、見ていいですよね。まあ、したがって、アメリカの議会もですね、野党の民主党もこれに対しては大反対ですね。で、今やトランプが中国に対して一番優しくてですね、アメリカの世論や民主党、野党がですね、もっと厳しいというですね、まあ、少し前では考えられなかったほどの転倒が起こってます。はい、それほどアメリカ国内においてですね、中国に対する警戒論、これがですね、高まってるということなんですよね。はい。まあ、したがって、この ZTE に対する制裁、一時的にはですね、緩和されたとしても、はい、まあ、これで終わるものではないと思いますね。あ、確かに大統領も力を持ってる。でも議会も力ありますね。はい、そうですね。まあ、議会としては、この制裁をですね、骨抜きにする法案の、まあ、成立を急いでるということなんですけど、はい、まあ、しかし、この問題は別にしてもですね、繰り返し何度も出てくると思うんですね。というのは、はい、日本はかつて経験があるんですよ。日米ハイテク摩擦。例えば、はい、IBM のですね、まあ、コンピューターのですね、ソフトウェアを日本が盗んでいたみたいなことでですね、おとり操作を使ったり、いろいろなことをしながら、まあ、あることないことを騒ぎ立ててですね、まあ、日本が悪者になったというのが、日米貿易摩擦、まあ、半導体コンピューター摩擦であったことなんですね。まあ、日本に比べると中国はさらにですね、はい、やってることは、まあ、悪辣だと思いますので、そういった点からすると、まあ、今の、この ZTE に対する制裁の緩和というのはですね、はい、これはもう、本当に一コマであって、長期的に見ればもっともっと厳しい措置が、まあ、いずれ打ち出されていかざるを得ないというふうに思いますね。まあ、貿易戦争と言われるね、アメリカと中国、ね、はい、鉄鋼アルミニウムの、はい、あの関税から始まってですね、はい、まあ、それ日本もかけられてるんですけど、そうですね。だけれども、そこから中国は中国で、いや、アメリカ製品をたくさん買いますよ、なんていうね、はい、そういうこの行動にも出てますね。そうですね。まあ、そういうポーズを見せますよね。それは中国にとってはですね、はい、アメリカと正面に切って、まあ、戦ったら、はい、まあ、損をするのは中国だからなんですね。まあ、今や中国は対米輸出が、はい、まあ、3000億ドルを超えてるわけですよ。まあ、黒字だけでですね。まあ、中国の GDP の 3% 近いもの、これをアメリカに対する貿易黒字で稼いでるわけですから、これが止まったらもう大変ですよね。はい、まあ、したがって、まあ、たとえどんなことであっても、表面的にはアメリカの要求を受け入れてですね、ギリギリのところまで譲歩をするということが、うん、これから繰り返されていくんじゃないかと思いますね。はい。以上、ニュース目玉焼きでした。時刻6時29分です。今朝のコメンテーターは、武者リサーチ代表、エコノミスト、武者良二さんです。この時間は、武者さんに4月の景気動向指数から見る日本の景気、こちらについて話を聞きます。内閣府、昨日4月の景気動向指数の速報値発表しました。景気の現状を示す一致指数が、前の月に比べて 1.7 ポイント上昇しました。改善は3ヶ月連続、乗用車や二輪車関連の出荷、これが堅調だったと言われてますね。あと景気動向指数、在庫率、あと機械受注、求人数、住宅の着工、こういったものなどのこの経済指標をもとに総合的に景気動向を判断する指標なんですね。武者さん、今回の結果どうご覧になってますか。まあ、基本的には堅調な景気が続いてるっていうことですよね。はい、まあ、まず先行指標ではですね、はい、まあ、2ヶ月ぶりにプラスになったんですね。はい、でこの大きな要素は株価と円安ですよね。
まあ、マーケットが、まあ、良くなって、人々の先行きに対する期待感が高まっているということだと思いますね。先行指数というのは景気の先を見ているということですね。はい、この先どうなるか。はい、それから、一致指数に関してはですね、はい、やはり生産が割と順調ですよね。はい、まあ、特に耐久財とか投資財。はい、まあ、これは主として、やはり輸出が好調だということだと思うんですね。はい、そういった意味では、輸出主体の、まあ、堅調な景気、続いているということだと思うんです。はい、とはいえですね、私はまだこれは全然不十分だと思うんですね。はい、というのは、まあ、今年の景気見通しですけど、まあ、アメリカが、まあ、3% 弱ですよね。はい、で、まあ、ユーロ圏が大体 2%。はい、それに対して日本は 1% 強ですからね。はい、まあ、3、2、1というふうにですね、大きく離されてるんですね。まあ、これではですね、まあ、十分とは言えませんね。はい、で、やはり、その背景にあるのはですね、私は需要不足だと思うんですね。はい、まあ、日本では、日本は世界で一番こう物価が低い国ですよね。それから金利が低い国ですよね。これだけ物価も金利も低いということは、まあ、お金が十分に使われずに遊んでると。物価が低い、賃金があまり上がらないと。まあ、今回の、まあ、春闘でもですね、はい、政府の 3% にはいかなくて、まあ、2% ちょっと、低所を除けば 1% も賃金が上がらない。まあ、こういう状況の下でインフレも高まらないのはですね、やはり、本当に賃金を押し上げるほどの需要の強さがないということですね。つまり、今の日本の問題はですね、まだまだ供給力過剰で、需要が不足しているということなんですよね。ですから、今の状態はまあ悪くはないんですけど、やはりさらに需要を追加するというですね、明示的な政策が私は必要だと思うんですよね。まあそういった意味で、まあ今回の、まあ景気動向指数というのはですね、やはり政府にとってあるアクションを求めるという内容を含んでいると思いますね。なるほど。政府がもっと、まあ行動に出なきゃダメだと。そうですね。需要を高めるようなですね。はいはい、まあ、今議論はですね、はい、また、まあ来年の消費税増税に移りつつありますよね。はい、まあ、しかし、実際はですね、むしろアベノミクスが始まって以降、まあ第一の矢はだいぶやったと。はい、しかし第二の矢はですね、はい、いわゆる財政は、はい、これは最初は出たけど、はい、どんどんまあ尻すぼみですよね、はい。で、この財政が出てこないというのがですね、まあ経済に対しては一つの、まあ、ちょっとネガティブ要素になってますね。まあ、ここはもう一度財政をのアクセルを吹かすべき場面だと思うんですね。はい、その局面で、まあ、消費税増税をすると、はい。オリンピックの先の景気後退が心配される局面でですね。まあ、これはですね、まあ、ちょっと今日本が直面している症状、病気の状態からするとですね、適切な処方とは言えないと思うんですよね。はい。まあ、いくらね、以前決めたとは言うものの、はい、この前の骨太の方針にもね、はい、載せてますし、はい、まあ、対抗策がいくつかありますなんていうふうには言ってても、はい、やはり私たちの気持ち、まあ、消費をする側からしてみると、はいはい、また上がっちゃうんだったら、今あんまり使わない方がいいかなっていうふうにね。そうですよね。やはりね、政府だとか、はい、あるいは多くのエコノミストが、まあ、財政赤字を何とかしなきゃいけないと。はい、プライマリーバランスをですね、はい、黒字化が必要だということばかりを言うんですけれども、それが今日本経済がかかっている本当の病気なんですかということが一番大事な問題なんですね。はい、つまり、政府が赤字削減をするってことは、お金を使わずに貯めなさいということと同義なんですよね。はあはあ、しかし今の日本経済の問題は、みんなが貯め込んでですね、お金が使われてないということにあるんですね。はい、極めて大額の貯蓄余剰があって、それが金利を世界の中でも異常な水準まで押し下げてるわけです。はい、したがってこの、本来はお金が使われれば、需要が増えて景気が良くなるところが、そうなってないと、はい。どうすればいいかと、はい。貯金をせずにもっと使いなさいという政策を打ち出せばいいんですよね。これは、まあ、増税をするだとかですね。まあ、言うことじゃなくて、はい、むしろ、その、増税を取りやめ、はい、公共投資をし、はい、そしてさらなる金融緩和で有効需要を増やすということが必要ですよね。で、そして、本当にこう、まあ、景気が加熱して、インフレのリスクが高まった時にはですね、はい、ブレーキを踏めばいいんですね。やはりブレーキとアクセルのですね、踏む、まあ、順番っていうのがですね、全く、まあ、転倒してる
ていうのが今の状況だと思うんですね。先ほどの話じゃないですけど、今踏み間違えてるってことなんですね。踏み間違えてますよね。で、みんなその日銀がですね、まあ国債を買って政府にお金を貸していかんいかんって言ってるけど、今日銀がやってることは民間でたっぷり余ったお金を日銀が借りて、はい、その借りたお金で政府に国債という形でお金を貸して、はい、その政府が需要を作ってるから、かろうじて経済はまだ失速してないわけですよ。まあ、こういうですね、政府部門の需要創造の役割がなくなったら、はい、景気は失速して、まあ、深刻なリセッションになることは、これも極めてはっきりしてます。そうなればさらにデフレになり、円高になりという、まあ、かつて辿った、まあ、悪循環に戻るわけですよね。はい。となると、今はもっと財政、これを吹かさなきゃダメだということなんですね。そうですよね。それから、まあ、やはり、投資を促進するような政策ですね。まあ、アメリカのトランプ政権に比べるとですね、日本は非常にそこの点が弱いと思いますね。弱いですね。はい、また後ほどお話を伺います。時刻6時40分です。今朝のコメンテーターは、武者リサーチ代表でエコノミスト、武者良二さんです。今朝もいろいろなニュースが入ってきています。これは産経新聞です。南海トラフ巨大地震が起きた場合、揺れや津波による公共インフラの損害で、長期的に1410兆円の被害が生じると。まあ、こういう推計をですね、昨日土木学会が公表しました。報告書によりますと、巨大地震の発生から経済がほぼ回復すると見られる20年後までの間にインフラの破損などに伴う経済活動の低迷で1240兆円、建物や工場、個人の資産で170兆円が失われるとしています。政府経済的被害220兆円と推計していますが、まあ、これ大きく上回りまして、本年度の国の一般会計予算であります97兆7千億円余りのおよそ、これはだから14倍ですかとなります。南海トラフ巨大地震の発生から20年で、1410兆円の被害が生じるというこの推計ですが、武者さんこれいかがですか？いや、大変な金額ですよね。ただ、まあ、計算したらこうなりますという話だと思うんですよね。はい、まあ、世界の先進国から最新国になる可能性がある。最貧国になる可能性があるということなんですけど、まあ、おそらくですね、趣旨は、まあ、こういうことが起きるとすれば、それを事前に、まあ、予防するですね、手を打ちましょうと、コスト安く済みますよ、ということが、まあ、趣旨だと思うんですね。はい、まあそういった意味では、数字そのものに恐れおののくというよりは、やはり事前の準備が必要だと、まあ、いうことだと思うんですよね。まあ今はね、その一般会計予算97兆7千億円、はい、まあここでいろんなものがせめぎ合うわけですよね。はい、まあ今はですね、はい、もう日本のインフラは相当老朽化してますよね。はい、それから、まさしくまあ原発も事故もありましたけれども、はい、手を打つことによって未然に災害を防ぐというためにはですね、はい、まだまだ、まあ、投資対象あるわけですね。まあ、こちらにもっと有効にお金を使うべきだと思うんですね。ですからそこでね、そのプライマリーバランスというのが出てくると、はいはい、もうこれががんじがらめになってくるわけですよね。そうですよね。大体、プライマリーバランスがですね、黒字を目指すって言うんですけど、黒字の国なんてですね、はい、まあ、ドイツとイタリアぐらいしかないんですよ。はい、他の国みんな赤字なんですよね。だからそうならなければいけないんだというですね、なんか呪文のようなですね、はい、まあ、おまじないに、こう、何も縛られる必要はないと思いますね。やはり重要なことは、日本は世界で一番金余りの国なんです。はい、金が余ってる。はい、金が余ってる指標はですね、財政収支ではなくて、対外収支なんですよ。はい、つまり対外資産負債残高、はい、国の対外バランスシート、はい、これが国の財産情勢を示す一番大事なもので、はい、それの日本のですね、対外純資産は、はい、まあ、320兆円、世界最大なんですね。はい、2番目の中国が180兆円ですからね。これもう中国の2倍近く純財産があると一番の金持ちの国なんですよ。はい、だから金がいっぱいあるんで使うべきなのが日本なんですね。したがって金があって使わないから金利が低い。はい、しかし逆に政府はもっと金を貯めましょうと。はい、まあこういう政策ですからね。まあ、これはやはりちょっと方向がずれてるというふうに言わざるを得ないですよね。はい。さあ、それではここから武者さんにこのテーマで話を聞きます。アメリカの鉄鋼輸入制限、その狙いとは。
メキシコはアメリカが発動した鉄鋼とアルミニウムの輸入制限が国際的な貿易ルールに違反しているとして、WTO 世界貿易機関に提訴する手続きを始めると発表しました。まあ、すでに EU とカナダが相次ぎ提訴手続きに入っています。報復合戦の様相を呈していますね。アメリカが発動したこの輸入制限、まずは3月に、まあ、中国はじめ日本にもかかってきたんですけれども、この狙いは何なんでしょうか？ちょっとはっきりこれだというふうに言いにくいのが今の状況だと思うんですね。まあ、トランプ氏が言ってるのは、アメリカは8000億ドル、はい、まあ、80兆円以上のですね、はい、巨額の貿易赤字があると、はい、これを減らさなきゃいけないんだと言ってんですけど、まあ、これはですね、あまり、まあ、中身がない議論だと思うんです。というのは、貿易赤字は8000億ドルあるんですけれども、他方で4000億ドルのですね、サービスと、それから一時所得収支の黒字があるんですね。はい、で一時所得っていうのは、アメリカ企業が世界中で儲けてる金額なんです。はい、まあ、他の国は輸出で儲けてますけど、アメリカって国はもう輸出してないんですよね。はい、で、なんで儲けてるかというと、世界中に子会社を作って、その子会社で儲けるっていう仕組みですね。日本はアメリカにそんなに輸出してませんが、アメリカの、まあ、Google だとか Apple だとか日本法人作ってそこでガッポと儲けてますよね。まあ、つまり、儲け方が違ってるんです。したがって、輸入だけでですね、アメリカの赤字が大変だっていうのは片手落ちの議論で、輸入は8000億ドルと大きいけど、他方でサービスの輸出とか、あるいは、そのような、まあ、海外の、まあ、稼いだ利益、それが4000億ドルある。したがって差額は4000億ドルの経常収支の赤字なんですね。これが、まあ実力ベースです。で、この経常収支の4000億ドルの赤字というのは、10年前は8000億ドルだったんで、半分になってるんですね。したがってアメリカは赤字があるから大変だと、なんとかしなきゃいけないっていうのは、まあこれは実は口実でですね、本当はそんな必要はないっていうのが、今のアメリカの実情だと思うんですね。そういうことなんですね。じゃあ、なぜね、そんなこと言ってんのかと、多分狙いは他にあるんですよね。私は3つぐらい考えられる、まあ原因があると思うんですね。で、まずはっきり一番大きいのは、これはもう対中ですよね。対中国。まあ、中国がですね、対米輸出で大儲けをしてると。アメリカの貿易赤字の半分は対中ですね。で、このアメリカに対する、まあ大幅な黒字。これが中国にとっては最大のですね、まあ、エネルギーであり、そのおかげで中国は大変な成長をして、その成長のおかげで、いずれアメリカにとって変わって世界の覇権国になるというところまでですね、軍事も増強してるわけですね。アメリカからしてみると、自分が助けてやった中国が、アメリカの、まあ、言ってみれば、土台を崩していく。これは容認できない。つまり、その、アメリカのですね、貿易摩擦の最大の原因は、中国のこの不当な台頭、これを抑えようというところにあるんだ。これがですね、まず一番大きな要素だと思うんですね。まあ、一帯一路とかね、空母作ってみたりだとかね、そうですよね、南シナ海に出てきて、まあ、南シナ海をもう要塞化してますよね。で、いずれ南シナ海に、まあ、中国の人民解放軍が常駐すると、まあ、こうなるとですね、世界の公のものがどんどん中国の私物化されていくということになりますよね。これはアメリカだけではなくて、まあ、フランスだって、イギリスだって容認できない。したがって、日本とイギリスとかフランス間に、その軍事的な協力関係がどんどん強まってますよね。まあ、いずれにしても、そういうことでですね、中国が一番大きな、まあ、狙い目の念頭にあると。で、中国を抑えるために、貿易摩擦を引き合いに出していると。まあ、これが一つの、まあ、理由だと思うんですね。それから二つ目はですね、やはり雇用だと思うんですよね。雇用、で、雇用っていうのはやはり選挙にとって重要ですよね。で、まあ、特に、まあ、中西部の、まあ、ブルーカラー、工場労働者、これが工場が海外に逃げていって、まあ、ちょっと雇用状態が悪くなってる。ここを何とかしなきゃいけないというのは、それはその通りだと思うんですね。したがって、メキシコとかカナダにいろいろ辛く当たってるのは、アメリカのビッグスリー自動車工場が、アメリカの中よりはカナダ、メキシコの方が安くできるって言って、工場をどんどんこう、アメリカの外に移してる。そのおかげでアメリカの国内において、まあ、失業が高まってる。ある州によって違いますけどね。そこのところを何とかしなきゃいけないというのは、やっぱりナフタの、まあ、見直しの狙いの最大のポイントだと思うんですね。北米自由協定でしたっけ、で、これはですね、まあ、根拠があるといえばありますよね。それから三つ目にですね、あまり多くの人々が議論してないんですけど、アメリカに製造業のですね、
まあ、産業基盤を取り戻すという狙いがあると思いますね。はい、で、これは、まあ、ほとんどメディアには出てきませんが、まあ、アメリカの今回のトランプ大統領のですね、通商政策の指南役であるピーター・ナバロという人がずっと前から言ってるんですね。はい、で、まあ、日本やドイツ羨ましいと。まあ、あれほど国が発展していても、まあ、非常に細かい基礎的な技術も産業も製造業も全部残ってると。はい、アメリカは全部なくなっちゃったと。アメリカもそういうのを取り戻したいということを彼は言ってるんですね。うん、で、そのために貿易摩擦を仕掛けてるっていう可能性があると思います。はい、で、なぜそれが必要かというとですね、はい、いずれ、まあ、人工知能、ロボットが普及してくると、はい、おそらく工場は全部無人化しますよね。そうですね。工場が無人化するときにね、ええ、アメリカの国内に工場がなかったらやり終わりませんよね。はい。つまり、再びアメリカの国内に製造ラインを取り戻して、はい、それを無人化することで、次の、まあ、産業革命のステージに行こうと。ええ、まあ、こういう大きなですね、狙いもあると思うんですね。はい。まあ、そうなってくると、アメリカにどんどん工場を作ってくださいというのがですね、トランプ政権のもう一つの狙いということはあり得ますよね。はい。まあ、したがって、まあ、トヨタなどにですね、まあ、非常に辛く当たったり、まあ、してるのも、はい、やはり、アメリカに工場を作りなさいと。じゃあ、どうすればいいかというと、わかりましたと。はい。じゃあ、アメリカで生産しますと。まあ、これがですね、私は正しい解決になるんじゃないかなと思うんですよね。はい、ただ今はその EU だ、カナダだ、メキシコだ、はい、もうとにかく中国もね、あの、大き口では言ってますけれども、はい、いや、輸入制限かけてくんだったらこっちだって関税かけるぞっていう、はい、まあ、この欧州になりつつあるっていうところが心配なんですが、いかがですか？そうですよね。それはまあおっしゃる通りで、トランプ政権の特徴は、要は、WTO などのですね、国際機関だとか多国間の、まあ、協定を無視して、二国間で、相対で相手にねじ込んでいくというやり方ですよね。で、これはですね、一概に間違ってると言えないのは、中国を念頭に置いたら二国間しかないと思うんですね。まあ、相手に、まあ、脅しをかけたり、様々な制裁をちらつかせて、情報を求めるということしか、通用しないのが中国ですから、はい、まあ、これはいいと思うんです。しかし、それ以外のですね、日本だとかカナダとかメキシコ、あるいは EU に対して、同じようなやり方をするっていうのはいただけないんですけど、まあ、これがトランプのトランプたるゆえんでですね、はい、やはりディールなんですよね。あ、取引。そういう形で相手に威圧をしてですね、で、アメリカに工場を作らせると。まあ、そうすると、まあ、失われた製造業の基盤がアメリカに戻ってくるっていうのがですね、はい、あるんじゃないかと思いますね。はあ、なるほど。狙い、まあ、対中国、これも大きいけれども、はい、あとはアメリカの国内に工場を持ってくるという、そうですね、ここが狙い、はい、ただですね、こういうことがあって、じゃあそれが本当にアメリカの貿易赤字を減らすのかっていうと、おそらくあんまり減らさないと思うんですね。で、貿易収支というのは、まあ、経済学者がよく言うことなんですが、そういうことでは変わらなくて、国内で、まあ、言ってみれば投資と貯蓄のバランスが崩れてるから起こってる、つまり、金を使いすぎてるから起こってるっていうことなんですね。だからそういった意味ではですね、そういう問題にはならないと思いますね。武者良二さんでした。はい、エンディングです。 JA 全農秋田より秋田県産乳製品詰め合わせ、このプレゼント、花立牧場製品ですね、美味しいチーズですとかヨーグルト、これが入っております。当選した方、千葉の真由美さん、おめでとうございます。もう一方、栃木県にお住まいの、泣き虫母さん当たりました、おめでとうございます。今朝のコメンテーター、武者リサーチ代表エコノミスト武者良二さんです。いろいろと動いていきますが、いよいよですね、来週火曜日12日米朝首脳会談、シンガポールで行われます。アメリカトランプ大統領、今日未明に開かれた日米首脳会談で、米朝首脳会談がうまくいかなかった場合、交渉から立ち去る用意は十分できていると話して、北朝鮮が非核化で満足のいく回答を示さなければ交渉を打ち切る考えを示しました。来週火曜ですね、いよいよ米朝首脳会談が、日が迫ってきました。これ武者さん、株価というところから見ると、はい、どういう影響がありそうですか？まあ、基本的にあまり大きな影響はないんじゃないでしょうかね。つまり、そこから出てくるサプライズっていうのはあまり考えにくいですよね。もうすでにね、かなり織り込まれてると思いますね。織り込まれてると、はい。はい、あとはですね、その株価に影響するのではないかというのがいくつかあるんですけども、はい、G7 サミットですね、8日カナダで主要7カ国首脳会議 G7 サミットが開幕します。このサミットでトランプ大統領、アメリカが発動した鉄鋼やアルミニウムの輸入制限、
この正当性を各国の首脳に訴える方針と、まあ、この前の財務大臣あと中央銀行総裁会議、はい、ここではもうあの G7 じゃなくて G6 プラス1って言って、はい、アメリカ の, あのムニューシンさんだけですね、はいはい、何かもう冷たい目でこう見られてたっていう、はい、ことがありました、はい、今度のこのサミットですけども、G7 サミット、まあ、株価に与える影響を含めてどうなるんでしょうか。いわゆるですね、ムニューシンさんがちょっと孤立したって感じですよね、はい、それは彼に当事者能力がないからですよね。やっぱりトランプが決めてるんですよ、はい、まあ、したがって彼自身は自由貿易主義者だと思うんですけど、保護的なことをやれと言われたら、はい、まあ、立場がないですよね、まあ、したがって今度トランプが出てきて G7 が、まあ、展開されるとなると、はい、これはですね、状況は変わってくると思いますね。彼はおそらくディールをしていくと思います、はい、ということは少しずつですね、この、まあ、不透明の部分が解消されていくということでですね、私は終わった後はマーケットは、まあ、若干の悪抜き感を見せるんじゃないかと思いますね。ああ、そうですか。そう、確かに今回はトランプ大統領来ますからね。そうですね、でトランプも、まあ、ディールを目的として言ってるわけで、まあ、真っ向から貿易戦争を同盟国との間でやろうなんてことは思ってないわけですよね、はい、となると、落ち着きどころが見えてくるのが G7 だと思いますね。あ、なるほど。さあ、そしてですね、アメリカの金利上昇というのがあります、今後株価の要素としてですね、アメリカの金利上昇が言われております。今日の日本経済新聞、アメリカの金利上昇で世界の景気が減速し新興国で混乱が起きると資金はリスクオフに向かい円高や世界株安、これを招く可能性があると指摘しています。このあたりは武者さんいかがですか。私は心配ないと思いますね。心配なしで、オートマティックスタビライザーという言葉があるんですね、はい、つまり景気がちょっと良くなりすぎれば、はい、金利が上がってブレーキをかけると、自動安定装置、はい、で景気がちょっとスローになれば、はい、金利が下がってアクセルを、はい、いうですね、そういうこの、まあ、バランスが今やはり、ちゃんと機能していると思いますね、でやっぱり重要なことは、情報化革命がどんどん進展して生産性が高まって、企業は人も金もいらないもんですから儲かると、しかし儲かる一方で人と金が遊んで物価も上がらない、金利も上がらないという状態が続いている、これがずっと今まで株高を支えた要因なんですけど、これがまだずっと続くということが見えてきましたよね。ですから今年の2月3月一旦株価はクラッシュしましたけど、そこからもう見事に立ち直りつつありますね。おそらく、はい、そういういい状況がですね、さらに進行していくのが、まあ、7月8月になってくるんじゃないですかね。日経平均株価年内というのはどうなりますか。私は、まあ、2万5000どころか、まあ、2万7000、8000というようなですね、大きな上昇過程に入っていく可能性がかなり高いと思いますね。そうですか。いや、株に興味持ってる方、今武者さんメモってると思います、はい。はい、今朝のコメンテーター、武者リサーチ代表でエコノミスト武者良二さんでした。武者さんありがとうございました。ありがとうございました。本ですね、ですからそこでね、そのプライマリーバランスというのが出てくると、はいはい、もうこれががんじがらめになってくるわけですよね。そうですよね。だいたいプライマリーバランスがですね、はい、黒字を目指すって言うんですけど、黒字の国なんてですね、はい、まあ、ドイツとイタリアぐらいしかないんですよ。他の国みんな赤字なんですよね、だからそうならなければいけないんだというですね、なんか呪文のようなですね、まあ、おまじないにこう何も縛られる必要はないと思いますね、やはり重要なことは日本は世界で一番金余りの国なんです、はい、金が余ってる、はい、金が余ってる指標はですね、財政収支ではなくて、対外収支なんですよ、はい、つまり対外資産負債残高、はい、国の対外バランスシート、はい、これが国の財産情勢を示す一番大事なもので、はい、それの日本のですね、対外純資産は、はい、まあ、320兆円、世界最大なんですね、はい、2番目の中国が180兆円ですからね、これもう中国の2倍近く純財産があると一番の金持ちの国なんですよ、はい、だから金がいっぱいあるんで使うべきなのが日本なんですね、したがって金があって使わないから金利が低い、はい、しかし逆に政府はもっと金を貯めましょうと、はい、まあ、こういう政策ですからね、まあ、これはやはりちょっと方向がずれてるというふうに言わざるを得ないですよね、はい、さあ、それではここから武者さんにこのテーマで話を聞きます。アメリカの鉄鋼輸入制限、その狙いとは。メキシコはアメリカが発動した鉄鋼とアルミニウムの輸入制限が国際的な貿易ルールに違反しているとして WTO 世界貿易機関に提訴する手続きを始めると発表しました。まあ、すでに EU とカナダが相次ぎ提訴手続きに入っています。報復合戦の様相を呈していますね。アメリカが発動したこの輸入制限、まずは3月に、まあ、中国はじめ日本にもかかってきたんですけれども、この狙いは何なんでしょうか。
ちょっとはっきりこれだというふうに言いにくいのが今の状況だと思うんですね。まあ、トランプ氏が言ってるのは、アメリカは8000億ドル、はい、まあ、80兆円以上のですね、はい、巨額の貿易赤字があると、はい、これを減らさなきゃいけないんだと言ってんですけど、まあ、これはですね、あまり、まあ、中身がない議論だと思うんです。というのは、貿易赤字は8000億ドルあるんですけれども、他方で4000億ドルのですね、サービスと、それから一時所得収支の黒字があるんですね。はい、で一時所得っていうのは、アメリカ企業が世界中で儲けてる金額なんです。はい、まあ、他の国は輸出で儲けてますけど、アメリカって国はもう輸出してないんですよね。はい、で、なんで儲けてるかというと、世界中に子会社を作って、その子会社で儲けるっていう仕組みですね。日本はアメリカにそんなに輸出してませんが、アメリカの、まあ、Google だとか Apple だとか日本法人作ってそこでガッポと儲けてますよね。まあ、つまり、儲け方が違ってるんです。したがって、輸入だけでですね、アメリカの赤字が大変だっていうのは片手落ちの議論で、輸入は8000億ドルと大きいけど、他方でサービスの輸出とか、あるいは、そのような、まあ、海外の、まあ、稼いだ利益、それが4000億ドルある。したがって差額は4000億ドルの経常収支の赤字なんですね。これが、まあ実力ベースです。で、この経常収支の4000億ドルの赤字というのは、10年前は8000億ドルだったんで、半分になってるんですね。したがってアメリカは赤字があるから大変だと、なんとかしなきゃいけないっていうのは、まあこれは実は口実でですね、本当はそんな必要はないっていうのが、今のアメリカの実情だと思うんですね。そういうことなんですね。じゃあ、なぜね、そんなこと言ってんのかと、はい。多分狙いは他にあるんですよね。はい、私は3つぐらい考えられる、はい、まあ原因があると思うんですね。で、はい、まずはっきり一番大きいのは、これはもう対中ですよね。はい、対中国。まあ、はい、中国がですね、対米輸出で大儲けをしてると。アメリカの貿易赤字の半分は対中ですね。はい、で、このアメリカに対する、まあ大幅な黒字。これが中国にとっては最大のですね、まあ、エネルギーであり、はい、そのおかげで中国は大変な成長をして、その成長のおかげで、いずれアメリカにとって変わって世界の覇権国になるというところまでですね、はい、軍事も増強してるわけですね、はい。アメリカからしてみると、自分が助けてやった中国が、アメリカの、まあ、言ってみれば、土台を崩していく。これは容認できない。はい、つまり、その、アメリカのですね、貿易摩擦の最大の原因は、中国のこの不当な台頭、はい、これを抑えようというところにあるんだ。これがですね、はい、まず一番大きな要素だと思うんですね。まあ、一帯一路とかね、空母作ってみたりだとかね、そうですよね、南シナ海出てきて、まあ、南シナ海をもう要塞化してますよね。はい、で、いずれ南シナ海に、まあ、中国の人民解放軍が常駐すると、まあ、こうなるとですね、世界の公のものがどんどん中国の私物化されていくということになりますよね。これはアメリカだけではなくて、まあ、フランスだって、イギリスだって容認できない。はい、したがって、日本とイギリスとかフランス間に、その軍事的な協力関係がどんどん強まってますよね。はい、まあ、いずれにしても、そういうことでですね、中国が一番大きな、まあ、狙い目の念頭にあると。はい、で、中国を抑えるために、貿易摩擦を引き合いに出していると。はい、まあ、これが一つの、まあ、理由だと思うんですね。それから二つ目はですね、やはり雇用だと思うんですよね。雇用、はい。で、雇用っていうのはやはり選挙にとって重要ですよね。で、まあ、特に、まあ、中西部の、まあ、ブルーカラー、はい、工場労働者。これが工場が海外に逃げていって、まあ、ちょっと雇用状態が悪くなってる。ここを何とかしなきゃいけないというのは、それはその通りだと思うんですね。はい、したがって、メキシコとかカナダにいろいろ辛く当たってるのは、アメリカのビッグスリー自動車工場が、アメリカの中よりはカナダ、メキシコの方が安くできるって言って、はい、工場をどんどんこう、アメリカの外に移してる。そのおかげでアメリカの国内において、まあ、失業が高まってる。うん、ある州によって違いますけどね。そこのところを何とかしなきゃいけないというのは、やっぱりナフタの、まあ、見直しの狙いの最大のポイントだと思うんですね。北米自由協定でしたっけ、はい、でこれはですね、はい、まあ、根拠があるといえばありますよね。はい、それから三つ目にですね、はい、あまり多くの人々が議論してないんですけど、アメリカに製造業のですね、まあ、産業基盤を取り戻すという狙いがあると思いますね。はい、で、これは、まあ、ほとんどメディアには出てきませんが、
まあ、アメリカの、今回のトランプ大統領のですね、通商政策の指南役であるピーター・ナバロという人が、ずっと前から言ってる。トティ、去年、アメリカの商務省から罰金を課されていて、今回の措置によって罰金総額はおよそ23億ドルとなります。商務省4月の中旬、ZTE がイランや北朝鮮にアメリカ製品を違法に輸出したこと、これに加えて、アメリカ政府に嘘の説明をしたとして、アメリカ企業との取引を7年間禁じる制裁を科していました。ZTE、アメリカのクアルコムの半導体など、基幹部分を調達できなくなって、スマートフォンなど主力製品の生産停止に追い込まれて経営難に陥っていたところでした。アメリカ、ロス商務長官、非常に厳しい合意内容で、商務省が課す罰金額として過去最大だと話していますが、アメリカがこの、まあ、スマートフォンなどを主力製品とする ZTE のですね、制裁、これ見直した、これはどういう思惑があるんでしょう。まあ、これは、ちょっと、想定外の軟弱化ですよね。はい。で、やはりですね、この ZTE、それからファーウェイ、この2社はですね、世界の通信機市場を、まあ、支配する、はい、まあ、巨大なハイテク企業ですね。で、これが 5G というですね、はい、次世代通信のですね、言ってみれば、技術開発の、まあ、言ってみれば世界のリーダーになるというところまで来ていて、それを止めるというのが、まあ、実際は、まあ、この間の、まあ、制裁のですね、まあ、本当の目的だと思うんですね。はい、まあ、イランだとか北朝鮮に対するですね、まあ、不正な取引というのは、はい、まあ、言ってみれば口実だと思います。まあ、したがって、そういう危険な、まあ、存在である ZTE に対する制裁をですね、まあ、非常に大きく緩和して、まあ、企業の存続を事実上容認する、はい、ということは、著しい後退と、まあ、見ていいですよね。まあ、したがって、アメリカの議会もですね、野党の民主党も、これに対しては大反対ですね。で、今やトランプが中国に対して一番優しくてですね、アメリカの世論や、民主党、野党がですね、もっと厳しいというですね、まあ、少し前では考えられなかったほどの転倒が起こってます。はい、それほどアメリカ国内においてですね、中国に対する警戒論、これがですね、高まってるということなんですよね。はい。まあ、したがって、この ZTE に対する制裁、一時的にはですね、緩和されたとしても、はい、まあ、これで終わるものではないと思いますね。あ、確かに大統領も力を持ってる。でも議会も力ありますね。はい、そうですね。まあ、議会としては、この制裁をですね、骨抜きにする法案の、まあ、成立を急いでるということなんですけど、はい、まあ、しかし、この問題は別にしてもですね、繰り返し何度も何度も出てくると思うんですね。というのは、はい、日本はかつて経験があるんですよ。日米ハイテク摩擦。例えば、はい、IBM のですね、まあ、コンピューターのですね、ソフトウェアを日本が盗んでいたみたいなことでですね、おとり操作を使ったり、いろいろなことをしながら、まあ、あることないことを騒ぎ立ててですね、まあ、日本が悪者になったというのが、日米貿易摩擦、まあ、半導体コンピューター摩擦であったことなんですね。まあ、日本に比べると中国はさらにですね、はい、やってることは、まあ、悪辣だと思いますので、そういった点からすると、まあ、今の、この ZTE に対する制裁の緩和というのはですね、はい、これはもう、本当に一コマであって、長期的に見ればもっともっと厳しい措置が、まあ、いずれ打ち出されていかざるを得ないというふうに思いますね。まあ、貿易戦争と言われるね、アメリカと中国、ね、はい、鉄鋼アルミニウムの、はい、あの関税から始まってですね、はい、まあ、それ日本もかけられてるんですけど、そうですね。だけれども、そこから中国は中国で、いや、アメリカ製品をたくさん買いますよ、なんていうね、はい、そういうこの行動にも出てますね。そうですね。まあ、そういうポーズを見せますよね。それは中国にとってはですね、はい、アメリカと正面に切って、まあ、戦ったら、はい、まあ、損をするのは中国だからなんですね。まあ、今や中国は対米輸出が、はい、まあ、3000億ドルを超えてるわけですよ。まあ、黒字だけでですね。まあ、中国の GDP の 3% 近いもの、これをアメリカに対する貿易黒字で稼いでるわけですから、これが止まったらもう大変ですよね。はい、まあ、したがって、まあ、たとえどんなことであっても、表面的にはアメリカの要求を受け入れてですね、ギリギリのところまで譲歩をするということが、これから繰り返されていくんじゃないかと思いますね。はい。以上、ニュース目玉焼きでした。時刻6時29分です。
今朝のコメンテーターは、武者リサーチ代表、エコノミスト、武者良二さんです。この時間は、武者さんに4月の景気動向指数から見る日本の景気、こちらについて話を聞きます。内閣府、昨日4月の景気動向指数の速報値発表しました。景気の現状を示す一致指数が、前の月に比べて 1.7 ポイント上昇しました。改善は3ヶ月連続、乗用車や二輪車関連の出荷、これが堅調だったと言われてますね。あと景気動向指数、在庫率、あと機械受注、求人数、住宅の着工、こういったものなどのこの経済指標をもとに総合的に景気動向を判断する指標なんですね。武者さん、今回の結果どうご覧になってますか。まあ基本的には堅調な景気が続いてるっていうことですよね。はい。まあまず先行指標ではですね、はい、まあ2ヶ月ぶりにプラスになったんですよね。はい。でこの大きな要素は株価と円安ですよね。まあ、マーケットが、まあ、良くなって、人々の先行きに対する期待感が高まっているということだと思いますね。先行指数というのは景気の先を見ているということですね。はい、この先どうなるか。はい、それから、一致指数に関してはですね、はい、やはり生産が割と順調ですよね。はい、まあ、特に耐久財とか投資財。はい、まあ、これは主として、やはり輸出が好調だということだと思うんですね。はい、そういった意味では、輸出主体の、まあ、堅調な景気、続いているということだと思うんです。はい、とはいえですね、私はまだこれは全然不十分だと思うんですね。というのは、まあ、今年の景気見通しですけど、まあ、アメリカが、まあ、3% 弱ですよね。はい、で、まあ、ユーロ圏が大体 2%。はい、それに対して日本は 1% 強ですからね。はい、まあ、3、2、1というふうにですね、大きく離されてるんですね。まあ、これではですね、まあ、十分とは言えませんね。はい、で、やはり、その背景にあるのはですね、私は需要不足だと思うんですね。はい、まあ、日本では、日本は世界で一番、こう、物価が低い国ですよね。それから金利が低い国ですよね。これだけ物価も金利も低いということは、まあ、お金が十分に使われずに遊んでると。物価が低い、賃金があまり上がらないと。まあ、今回の、まあ、春闘でもですね。はい、東京03-5403-1151、ツイッターも受付中です。番組のツイッターアカウントは、@テラ1134、ハッシュタグは TERA1134、たくさんのメール、ファックス、つぶやきお待ちしています。お寄せいただいたメール、ファックス、つぶやきの中から抽選でお二人に JA 全農秋田より秋田県産乳製品詰め合わせ、こちらをプレゼントします。どれも美味しいチーズですとかヨーグルト、こういったものが詰め合わせで入っております。当選者の発表はエンディングで。時刻6時7分です。文化放送おはようてなちゃん活動中。今朝も7時までお送りしていきます。時刻6時12分です。6月8日金曜日。今朝のコメンテーターは、武者リサーチ代表でエコノミスト、武者良二さんです。武者さん、改めてよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。今朝もいろいろニュースが入ってきています。武者さんにお話を聞くこのコーナー行きましょう。ニュース、目玉焼き。まずはこのニュース。読売新聞、日米首脳会談、北の非核化と拉致問題で連携。安倍総理は日本時間今日未明、アメリカトランプ大統領とホワイトハウスで会談しました。その後、両首脳共同記者会見に臨みました。安倍総理は米朝首脳会談によって、北東アジアの平和と安定に向けた扉が開くことを強く期待すると述べました。また、拉致問題の解決に向けては、日朝首脳会談の開催、こちらに意欲を示しています。一方、トランプ大統領、米朝首脳会談に向けて、日本人の拉致問題をめぐって緊密に連携していく考えを示しました。また、米朝首脳会談で朝鮮戦争の終結について合意することもあり得るという認識を明らかにして、まあ、全てが完了すれば国交の正常化もあり得ると、まあ、こういう考えも示しています。いよいよ来週12日、シンガポールで米朝首脳会談が開かれます。武者さん、この北朝鮮の非核化はじめ、どうご覧になってますか？非核化がですね、瞬時に進むことは考えられないですよね。はい、おそらく5年10年かかるわけですね。はあ、したがってその結果が出る前に、
朝鮮戦争の終結、はい、さらにはですね、まあ、韓国ムンジェイン政権が考えているように、南北統一というような話に進むとなればですね、まあ、これはおそらく北の思う壺だと思うんですね。まあ、そのようなことにならないようなですね、警戒心はアメリカサイドは十分に持っていると思いますけれども、はい、まあ、トランプ氏の巧妙心が、そうですね、勝ってですね、そんなことにならないようにというのは、これはもう期待するばかりですね。ただ言えることは、いずれにしても長期にわたる戦争状態がもう終わりに向かって近づいていると、はい、非常に大きな歴史的転換点に入っているということは確かだと思うんですね。それからおそらくですね、ここまで来ると、まあ、直接的な軍事対決の可能性はかなり小さくなったと思います。という点でですね、経済や市場に対しては一定の安心感を与えることになるんじゃないでしょうか。はい。よく言われるのがですね、トランプ大統領、まあ、一時はもう中止するって言ってね。はい。それで慌てて北朝鮮が、まあ、いや、やっぱりやりましょうよ、というようなことも言いました。はい、で、それからまあ、今に至ってるわけですけども、はい、北朝鮮の金正恩委員長から親書というのが、トランプ大統領に渡され。なんか、ものすごく大きな手紙だったですよね。ねえ。で、そこからなんか急に、トランプ大統領も優しくなったというか、はい、まあ、柔和になったというかですね。じゃあ中身は何なのか、何だったのかという、今回もこの共同記者会見で質問が出ましたが、はい、いや、挨拶程度のものだった。そしてとても優しい感じというか、温かだったと。はいはい、まあ、言えませんわね、それね。まあ、ただですね、まあ、ここは、トランプとしてもですね、はい、まあ、必ず、決着をつけたいわけですよね。ですから一定の落としどころを、まあ、念頭において、はい、まあ、大きなセレモニーに向かっていくということがですね、もう走り出してるんだろうと思うんですよね。これはもうおそらく玉むしろ的な、まあ、ものになるんじゃないでしょうかね。まず最初はですね。と、まずはトランプ大統領の狙いとしては、まず米朝首脳会談を開いたという、はい、この歴史的な、はい、足跡を残す、はい。ただ注意すべきはですね、はい、中国だと思うんですね。二、はい、度にわたって、まあ、金正恩氏と会談をし、はい、言ってみれば金正恩氏の首根っこを抑えてですね、はい、その直後に、いわば中国にからのですね、北朝鮮に対する経済制裁がですね、まあ、事実上解除されているような雰囲気がありますね。まあ、そういう意味でですね、この実際はアメリカと、まあ、北朝鮮の、まあ、対抗というものなんですけど、はい、実はその背後に中国がいてですね、まあ、いずれ中国が前面に出てくるというのはですね、はい、まあ、極東アジア情勢のですね、まあ、今後の展開になっていくと思うんですよね。となると、中国、金正恩委員長と、習近平国家主席が二度、はい、まあ、短い期間に会いました、はいはい。あれは中国が呼び寄せたと考えた方がよろしいですか？まあ、両方にその必要性があったと思いますけれども、ただ言えることは、まあ、北は中国の、まあ、事実上の、まあ、属国として振る舞いなさいと、まあ、いうことだろうと思うんですね。で、それはおそらくアメリカにとってもですね、悪い話ではないというのは、まあ、どのような体制であれ、北がですね、アメリカに対して攻撃力を保持しないと。しかし他方で、あの地帯が空白化したりですね、真空化して流動化することは避けたいですよね。まあ、ということは、独裁者であっても、とりあえず政権の存続を認めるということは、まあ、事前の措置としてあり得ることだと思うんですね。ということで、中国とアメリカがですね、まあ、基本的には北朝鮮の体制維持という点で、まあ、手を打ったというのが背後にあるんじゃないでしょうか。はい。続いてはこちら。日本経済新聞。アメリカ ZTE 制裁見直し、取引禁止を解除。アメリカの商務省7日、中国の通信機器大手 ZTE に対する制裁の見直しで ZTE と合意したと発表しました。最大$14億、およそ1500億円の罰金、あと経営陣の刷新、アメリカが選んだ法令遵守の担当者を受け入れること、これを条件にアメリカ企業との取引禁止を解くということです。政府の 3% にはいかなくて、まあ 2% ちょっと、低所を除けば 1% も賃金が上がらない。まあこういう状況の下でインフレも高まらないのはですね、やはり本当に賃金を押し上げるほどの需要の強さがないということですね。つまり、
今の日本の問題はですね、まだまだ供給力過剰で需要が不足しているということなんですよね。ですから今の状態はまあ悪くはないんですけど、はい、やはりさらに需要を追加するというですね、明示的な政策が私は必要だと思うんですよね。まあそういった意味で、まあ今回のまあ景気動向指数というのはですね、はい、やはり政府にとってあるアクションを求めるという内容を含んでいると思いますね。なるほど、政府がもっとまあ行動に出なきゃダメだと。そうですね。需要を高めるようなですね。はいはい、まあ今議論はですね、はい、またまあ来年の消費税増税に移りつつありますよね。はい、まあしかし実際はですね、むしろアベノミクスが始まって以降、まあ第一の矢はだいぶやったと。はい、しかし第二の矢はですね、はい、いわゆる財政は、これは最初は出たけど、はい、どんどんまあ尻すぼみですよね。で、この財政が出てこないというのがですね、まあ経済に対しては一つの、まあ、ちょっとネガティブ要素になってますね。まあ、ここはもう一度財政をのアクセルを吹かすべき場面だと思うんですね。はい、その局面で、まあ消費税、増税をすると、はい。オリンピックの先の景気後退が心配される局面でですね。まあ、これはですね、まあ、ちょっと今日本が直面している症状、病気の状態からするとですね、適切な処方とは言えないと思うんですよね。はい。まあ、いくらね、以前決めたとは言うものの、はい、この前の骨太の方針にもね、はい、載せてますし、はい、まあ、対抗策がいくつかありますなんていうふうには言ってても、はい、やはり私たちの気持ち、まあ、消費をする側からしてみると、はいはい、また上がっちゃうんだったら、今あんまり使わない方がいいかなっていうふうにね。そうですよね。やはりね、政府だとか、はい、あるいは多くのエコノミストが、まあ、財政赤字を何とかしなきゃいけないと。はい、プライマリーバランスをですね、はい、黒字化が必要だということばかりを言うんですけれども、それが今日本経済がかかっている本当の病気なんですかということが一番大事な問題なんですね。はい、つまり政府が赤字削減をするってことはお金を使わずに貯めなさいということと同義なんですよね。しかし今の日本経済の問題はみんなが貯め込んでですね、お金が使われてないということにあるんですね。はい、極めて大額の貯蓄余剰があって、それが金利を世界の中でも異常な水準まで押し下げてるわけです。したがってこの本来はお金が使われれば需要が増えて景気が良くなるところがそうなってないと、はい、どうすればいいかと、はい、貯金をせずにもっと使いなさいという政策を打ち出せばいいんですよね。これはまあ、増税をするだとかですね。まあ、言うことじゃなくて、はい、むしろ、その、増税を取りやめ、はい、公共投資をし、はい、そしてさらなる金融緩和で有効需要を増やすということが必要ですよね。で、そして、本当にこう、まあ、景気が加熱して、インフレのリスクが高まった時にはですね、はい、ブレーキを踏めばいいんですね。やはりブレーキとアクセルのですね、踏む、まあ、順番っていうのがですね、全く、まあ、転倒してるっていうのが今の状況だと思うんですね。先ほどの話じゃないですけど、今踏み間違えてるってことなんですね。踏み間違えてますよね。で、みんな、その日銀がですね、まあ国債を買って政府にお金を貸していかんいかんって言ってるけど、今日銀がやってることは、民間でたっぷり余ったお金を日銀が借りて、はい、その借りたお金で政府に国債という形でお金を貸して、はい、その政府が需要を作ってるから、かろうじて経済はまだ失速してないわけですよ。まあ、こういうですね、政府部門の需要創造の役割がなくなったら、はい、景気は失速して、まあ、深刻なリセッションになることは、これも極めてはっきりしてます。そうなればさらにデフレになり、円高になりという、まあ、かつて辿った、まあ、悪循環に戻るわけですよね。はい。となると、今はもっと財政、これを吹かさなきゃダメだということなんですね。そうですよね。それから、まあ、やはり、投資を促進するような政策ですね。まあ、アメリカのトランプ政権に比べるとですね、日本は非常にそこの点が弱いと思いますね。弱いですね。はい、また後ほどお話を伺います。時刻6時40分です。今朝のコメンテーターは、武者リサーチ代表でエコノミスト、武者良二さんです。今朝もいろいろなニュースが入ってきています。これは産経新聞です。南海トラフ巨大地震が起きた場合、揺れや津波による公共インフラの損害で、長期的に1410兆円の被害が生じると。まあ、こういう推計をですね、昨日土木学会が公表しました。報告書によりますと、巨大地震の発生から経済がほぼ回復するとみられる20年後までの
間にインフラの破損などに伴う経済活動の低迷で1240兆円、建物や工場、個人の資産で170兆円が失われるとしています。政府経済的被害220兆円と推計していますが、まあ、これ大きく上回りまして、本年度の国の一般会計予算であります97兆7千億円余りのおよそ、これはだから14倍ですかとなります。南海トラフ巨大地震の発生から20年で、1410兆円の被害が生じるというこの推計ですが、武者さんこれいかがですか。いや、大変な金額ですよね。ただ、まあ、計算したらこうなりますという話だと思うんですよね。はい、まあ、世界の先進国から最新国へなる可能性がある。最新国になる可能性があるということなんですけど、まあ、おそらくですね、趣旨は、まあ、こういうことが起きるとすれば、それを事前に、まあ、予防するですね、手を打ちましょうと、コスト安く済みますよ、ということが、まあ、趣旨だと思うんですね。はい、まあそういった意味では、数字そのものに恐れおののくというよりは、はい、やはり事前の準備が必要だと、まあ、いうことだと思うんですよね。まあ今はね、その一般会計予算97兆7千億円、はい、まあここでいろんなものがせめぎ合うわけですよね。はい、まあ今はですね、はい、もう日本のインフラは相当老朽化してますよね。はい、それから、まさしくまあ原発も事故もありましたけれども、はい、手を打つことによって未然に災害を防ぐというためにはですね、はい、まだまだ、まあ、投資対象あるわけですね。まあ、こちらにもっと有効にお金を使うべきだと思う。6月8日金曜日6時になりました。おはようございます、寺島直政です。日差しが強くなってきました浜松町。ラジオ機のあなたの周りいかがですか。22度、今日は関東ムシムシするでしょう。ムシムシで思い出しました。5時台にもお伝えしたんですけど、私昨日とある方とですね、喫茶店で打ち合わせしてて、コムシがいて、その1、2ミリのコムシがですね、口の中に呼吸した瞬間に入って、今でもそれがいるような気がするというふうに申し上げました。それに対して越中魚屋店長さんですね、いつもありがとうございます。西東京。テラちゃん、虫飲み込んだんだ。私も自転車に乗っている時、口を開けて走っていて虫を飲み込んだことがあります。うがいした後、たっぷり水を飲んで虫だけに無視しましたって。あ、ちょっと明るくなって、どうもありがとうございます。気分はね、その打ち合わせしていた40代ぐらいの男性なんですけどもね、その男性にちょっと今ね、口の中に虫が入っちゃってって言ったら、鼻じゃなくてよかったですねって言うんですよ。え、どうして。私鼻に入ったことあるんですけど、そりゃあもうどこに行ったかわからなくて、いや口も同じような感じなんだからなと思いながら、そうですかって話を合わせたんですが、あ、そうだ、ムシムシだ、ね、関東ムシムシするでしょう。午前中晴れ間がありそうです。午後になると次第に雲が多くなって、北部では夕方から夜にかけてところどころでにわか雨があるでしょう。最高気温南部で27度、北部で30度前後になりそうです。湿度が高く、まあ、ムシムシしますからね、特に熱中症気をつけてください。明日、そして明後日土曜日曜は梅雨空が戻って、ところどころ雨が降るでしょう。東京地方今日は晴れのち曇り、現在濃霧注意報が神奈川西部、千葉県、そして茨城県、それに加えて栃木県の南部濃霧注意報です。運転、車運転する方、もしくはこれから運転する方、お気をつけになってください。今朝のコメンテーター、武者リサーチ代表でエコノミスト、武者良二さんです。武者さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。半袖ですね。あ、そうですね。今日ちょっと蒸し暑いですからね。そうなんですよね。黒お似合いですね。黒の。そうですか。恐縮です。シャツね、鍛えてらっしゃると見えて、二の腕が、筋肉ムキムキ。ちょっと恥ずかしいですけど。テニスですね。そうですね。ヘボットテニスです。いや、素晴らしいですね。さて、今朝もいろいろなニュースが入ってきておりますが、まあ、なんといってもですね、日米首脳会談が、今日未明に行われました。それは後ほどですね、お話を武者さんにお伺いするとして、こういうニュースもあります。今ハンドルドライ握ってる方も多いかと思うんですけども、75歳以上のドライバーの認知機能検査を強化した改正道路交通法、まあ、これが去年3月に施行されました。そして今年3月末までの1年間に210万5477人が検査を受けて、
57,099人が認知症の恐れがあると判定されたことが警視庁のまとめで明らかとなりました。まあ、最終的に免許取り消し停止処分を受けたのは1,892人、改正道路交通法施行前のおよそ3倍に上っていると。で、検査は75歳以上が対象で、主に免許更新の時に行われます。記憶力、あと判断力をチェックします。で、第一分類、これが認知症の恐れ、第二分類が認知機能低下の恐れ、第三分類が問題なし、この、第一か第二か第三、いずれかに判定されます。で、従来は第一分類に判定された人のうち一定の違反があった人だけにお医者さんの診察を求めるよう求めていたんですけれども、診察を受けるようにですね。で、改正後はこの第一分類、認知症の恐れとされた人たち全員が診察の対象になっています。免許更新の時期でなくてもですね、信号無視など特定の違反をした人には臨時検査を義務付けたということなんですが、まあ、認知機能検査、これを強化した改正道路交通法、これによってですね、認知症の恐れがあると判定された人がおよそ57,000人という数字が出ました。藤田さん、これ、この数字どう思われますか？まあ、ちょっと恐ろしいですよね。これだけの方が潜在的事故の可能性のある人々だということはちょっと怖いと思いますね。ただ一言じゃなくて、私もですね、ひょっとするとその傾向があるんじゃないかと、ちょっと恐れますよね。まだまだ若いですからね。まあ、ただ、健常者であってもですね、ちょっとした気の緩みだとかですね、体調によってあり得ることですよね。確かにそうですね。20代の時よりもやはり私今50代、もう今年で60になるんですけども、何か運動神経は鈍ってるなって感じはするんですね。そうですよね。それでやはり集中力というのは、まあ、どのような、まあ、人であっても、コンディションによって変化しますよね。そうですね。はい。18年の1月から3月の75歳以上の全ドライバーの免許返納というのが81,956人、前の年の同じ時期に比べて17,316人増えているということですね。まあ、これ自主返納しようというこの勇気というのは私非常に大切だなと思います。そうですね。やはり事故を起こしてからでは遅いですからね。まあ、ただ今やっぱりその車社会ですからね、車がないと生活ができないという人もいるでしょうから、まあ、この辺のところはやはり、まあ、自動運転、早く普及してもらいたいと思いますね。そうですね。まあ、最近ね、テレビ の車のコマーシャル見てても、例えば縦列駐車も簡単にできそうだなとかね。そうですよね。おそらく認知機能の低下もですね、そのようなソフトウェアの、まあ、助けによってかなりカバーされる可能性があると思うんですよね。そうすると、まあ、高齢者であっても車で移動できるということが、まあ、おそらく近い将来は可能になるんじゃないですかね。そうですね。もう確かに武者さんおっしゃる通り、今でもちょっとずつね、例えばアクセルとブレーキを踏み間違えた時に作動するとかね、いろいろできてますもんね。そうですね。でも一日も早くそういったものがあるとできるといいですね。そうですね。特にその高齢者向けにそういう、ね、システムができるというのは、素晴らしいことだと思います。今朝もあなたの周りの情報を教えてください。メールはテラ@JOQR.net、ファックスは